セントジャイルズイコールウィズアウトイコールクリップルゲートは、シティオブロンドンにあるイギリス国教会の教会である。現在バービカンエステートと言われる地域にあるフォアストリートに位置しており、セントジャイルズチャーチ、またはセントジャイルズクリップルゲートとも呼ばれる。この教会は建てられた時、クリップルゲート近くにロンドンウォールなしの状態で建っていた。この教会は、 古事記と障害者の守護聖人、セント・ジャイルズに捧げられている。1666年のロンドン大火で消失しなかった、シティオブ・ロンドンに残された数少ない中世の教会の一つである。セント・ジャイルズ1500年頃描かれた、セインとジャイルズザ・ハインドの一部。ナショナルギャラリー所蔵現在この教会がある場所には11世紀まで、サクソン人の教会が建っていたが、 1090年頃のルマン人により建て替えられた。1394年にはゴシック建築により再建され、石塔は1682年に建てられた。この教会は3回にわたって大火により大きなダメージを受けている。1545年と1897年、それと1940年8月24日夜、第二次世界大戦のロンドン大空襲である。 ドイツ軍の爆弾は教会を完全に破壊したが、1545年の再建の際の平面図を使って1966年に修復された。12個の金からなる新しいベルのリングは、ミアーズステインバンク社により1954年に鋳造され、2006年ホワイトチャペル、ベリファウンドリー社により補強された。この教会は1950年1月4日に、 指定建造物一級に指定された。教会の内部レイアウト図、ジョン・ミルトンがここ2674年に埋葬された。セントルーク教会の1960年代の地盤沈下により移設されてきた祭壇。ニコルソン・スタジオの設計により、中世の原型に基づいて設計された東の窓。中世教会建築様式によるセディリアとピシーナ。 クリップルゲートの歴史的秘蔵品を収容した展示棚。ジョン・ホクシーがここに埋葬されている。マーティン・フロビッシャーを記念した名版。ジョン・スピードの胸像。ジョン・ミルトンの像。セントルーク教会から移設されたオルガン。ダニエル・デフォーの胸像。オリバー・クロムウェルとジョン・バニアンの胸像。セントルーク教会の最初の教区牧師で、この教会の代理牧師だったウィリアム・ニコルス博士の。 肖像画。カンタベリー大主教、ロンドン主教、ジョン・ミルトン、オリバー・クロムウェル、マーキン・フロビッシャーの紋章が展示された西側窓。セントルーク教会から移設された新井ライバン。クリップルゲート財団創設100周年を記念する、クリップルゲートウィンドウ。ロンドン市長、ウィリアム・ステインズの胸像。ありがとうございます。